彼女がサングラスをしているのは、直接目を合わせたものを石に変えるゴーゴンという怪物だから。だが彼女ロデューサが今日誰かと目を合わせなかったのは別の理由だ。出たな怪物。さあドラゴン、その幻の角をよこせ。痛えなお前は。いつもお前だって怪物じゃねえか。お前今なら釣りしろよ。この海には幻の魚がいるんだぜ。ここは怪物の森にある怪物たちがのんびり暮らす村、モンストン。おい引いてるぞ。お甘い餌にやられた。またお前かチョバケ。お何やってんだよお前海底で。今俺は海底にある幻の財宝を探してんだよ。それより今の甘い餌もっとくれ。こら、チョパーケン！あの幻の財宝に手を出したら許さないわよ。あ、落ちてんだから早いもの勝ちだぞ。いい度胸。私と勝負したいのあんた。こわっ。誰だい、愛しのストロナミさんを困らせるタコ野郎は。ぶちのめすぞ。おい、何俺を釣ろうとしてんだよ。幻の魚。魚じゃねえよ、カッパだ。カッパのくせに海に住んでるエロガッパ、観念しろ。てめえこそミノタウロスのくせにホルスタインじゃねえか。黙れ、今日こそてめえの頭の幻の皿いただくぞ。やるもんか、命に関わるんだ。それよりおめえのその金棒、幻の一品らしいじゃねえか。取ってみやがれ。うるさいわよあなたたち。幻ってあなたたち全員幻獣じゃない。でもよロデューサー、お前この前幻のイヤリングなくしたって泣いてたから、じゃあみんなでもっと珍しいもんやろうぜって。おい話すな。今日彼女がみんなの目を見ないのは、嬉しさと気恥ずかしさと涙を隠すためだった。みんなありがとう。ここはのんびり怪物の村、モンストン。